はい、行きます。はい、こんにちは。こんにちは。ジャムセ君、モテキコザクです。小田真千尋です。はい、川瀬です。川瀬京都です。はい、それで今日はですね、ナダレンジャーの防災、ナダレンジャーのいらっしゃる防災科学技術研究所に来ております。で、今日はですね、気象学会の2014年春学会のシンポジウムで気象学における科学コミュニケーションのあり方っていうシンポジウムをやるんですけど、まあ、そこで、まあ、プレゼンターの一人としてですね、防災科学技術研究所、ちょっと川みたいなダダレンジャーにお願いしてるんですけども、まあ、どんな話を、してもらえるかということで、ちょっといろいろ話を聞いていきたいなと思っています。で、まあ、僕らが実際そもそもダダレンジャーに、まあ、もう興味を持ってしまったところとか、まあ、どんな話をちょっと聞きたくなっちゃったなっていうところが一つ一つあると思うんですけど、まあ、その辺をちょっと聞いていきたいなと思いますね。で、そもそもなんでそのナダレンジャーという、活動が始まったのかの、ね、ところもね、聞けたらいいなと思ってます。じゃあですね、気象学における科学コミュニケーションっていう、まあ、あれ科学コミュニケーションというといろんなあり方があると思うんですけど、ナダレンジャーの活動っていうと、例えば何ですかね、どういったものが具体的に今まであったかとかっていうのはちょっと例としてはどうですかね。はい、はい、ナダレンジャーです。顔は見えないよ、ね、私は人に見られるのがあまり得意ではないので。私は普段からこういう格好をしてやっていますけども、正体はバレていないことになってます、ね。で、なんでこういう格好をしているかということを不思議だと思う人は普通だと思います。普通だと思わない人は、まあ、普通じゃない。普通じゃない。日常の中の非日常というのはまさに災害そのものなんですよね。日常の中に現れる非日常。はい、だから、そういうためにやりたくなくてもこういう格好をしてる。どうかなぐらい。はい。多分見てる人はね、変なひげしてる人が3人いると思ってると思うんですけども、それは大事なことで。で、基本的にはね、なぜ私はやったかというと、好きだからっていうのは間違いない。何が好きだかっていうと、自分のやっている実験だり、ネタが面白いと思ってるからです。で、多分見た人も面白いであろうと思う自信はあるんですね。思いというか、思い、はい、だからそれは面白いと思ってくれる人がいるうちはやっている。たまたまそれが災害っていうかね、防災の、まあ、ネタだったというふうな順番の方が正しいですね。だからそういう意味だと、いわゆる義務感とかね、使命感っていうのはないんです。自分がやってて面白いと思うことを人に伝えたいというだけで、最初やった時に見た人が子供ですけどね、うわっと喜んでくる。こう喜んでもらうってことはもっとやりたいって気持ちになるわけですね。それはもう単純なきっかけなんですよ。最初は嫌だって思ってやった時に全然受けなかったら多分やってなかったと思います。具体的には、例えば僕が YouTube で見かけたのでいくと、その震災の時の地震に関連した実験であったりとか、まあ、液状化の話であったりとか、あとは何でしたっけ、まあ、揺れですよね、共振現象、共振現象ですとか、前とものっていうのは、例えばどういったいきさつから選ばれたっていうのはありますか。私は専門は雪と氷の災害で、そうですね、雪崩なんですけど、雪崩ですよね。それがずっと僕は新潟県の研究所でそれをやってたんですけども、筑波に移ってから、周りに災害を起こす人がいっぱいいるわけですね。いろんな分野の地震屋さんもあれば地盤屋さんね、でそれを見てて面白いなと思ったんですね、僕がね。でもそう、面白いなと思ったんだけどもやってる、それを見せる人の実験自体は面白いと思ったこうした方が面白いだろうなって思ったのが、やってみたらみんな面白いっていうからやってる。で、大事なのはね、一つ他の皆さんと違うところは、お金がかからないってことね、安いってことですね。高
高いと引いちゃいますからね、安くないといけない、うん、それから本物を連想させてもいけない。あ、災害をやるのに災害を連想させないです。なぜかというと、はい、なぜかというと災害に興味ある人しかそれに乗ってこないからですよ。見た時にわざと例えば揺れの時に建物の動きは使わないですね。折り紙みたいな、それしか面白くない。なるほどね。でだからそれは例えば共振現象という固有周期の現象があったとした時に、それは地震特有の現象だって思ってほしくないわけです。それは科学の一般法則だと。そうか、うん、その結果です、ね、でその結果として、はい、あの地震となった場合は被害が及ぶ、うん、けどもその本質の部分の、 あの、共振現象は非常に興味深いし面白い。単純に見て面白いよね。面白いと思うんですよ。え、こうなるんだっていうのはありますよね。その面白いのは特殊な状況下で、地球上で起こってある人が絡むと災害になっちゃうという、その特殊な方を最初に出しちゃったんです。なるほどね、はい、特殊な方を先に出してしまうのが今までの防災嫌悪みたいなところで見ていると、やっぱりそこが先に出てる嫌いがあって、やっぱりその後なかなか面白いと感じれないんじゃないかっていうのがやっぱあった。そうそうそう、うん、それは多分ね、重要さを前面に出すからですね。重要だからやりましょうっていうスタイルは当然そうなんだけども、はいはい、そうすると相手の方には伝わらないですね。人は重要なものを知りたいわけじゃなくて、うん、面白いものを知りたいだけなんですから、ね、結果往来ね、結果として、うん、あのそっちに行き着けばいいんで、うん、あの面白いことをやって最後にこれはこういうことになるぞというふうに持っていくのがとても伝えやすい方法ですね。まあ、確かにすごい説得力だな。すごい技術的に面白いけど、どうかなと気がおかしいと思います。だから面白いという格好であってもいいし、はい、面白いというその現象も面白くてもいいし、どこが入り口であってもいいけれども、うん、結果的に重要なところに結びついているかどうかが、その通り、結果オーラですよ、うん、だから見た目はね、だから防災ってことを一切使わなくたっていいんですよ、はいはいはい、結果としてそれに防災に興味を持ってもらえばいいんですからね、うんうん、だから防災のためのなんとかっていうのはあえてそれさえなくたっていいんですね。よしよしよし、なるほど、うん、なるほど。ただ、はい、あくまでも縄張り意識みたいなね、自分のやってる分野を印つけようなんていうふうにするだけのものだと思いますよ。それはそんなのなくたって防災に役立てることをやれば防災なんですから。はい、はい、確かにいいこと言うでしょ。すげえ、いや今ちょっと感動でちょっと言葉が詰まっちゃいました。いや、そういうことって、いや、今までそのなんとなく僕も感じたりすることはあったんですけど、実際に実践されてるっていう人がほとんど僕見たことがなくて、だからナノレンジャーのあのビデオを見た時に、 YouTube のビデオを見た時に1万回とか再生されてるのを見て、まあ、そりゃそうだろうなって、ここ、うん、いや本当に本質だから、本質のところを入り口にしてて、で最終的にそういう重要さに持って出てるから、その順番だからこそこうなってんだろうなっていうのを見て、いや本当もうなんていうか頭を殴られたような気がしたっていうか、いやこれでみんな薄々根っこでは分かってるはずなのに実践できてなかったっていうのが今までだと思うんですけど、いや川崎のことどう、いやもう根っこでも分かるのも難しいよ今のは。あの多分研究者じゃなければちょっとその前にお話しして、はい、お笑い芸人とかそういう人たちだったら逆にそこを直感的に感じて、はい、何も条件なしに笑わせることで何かをつかもうっていうのはあったと思うんですけど、はい、逆に頭がから入ってる研究者としては、うん、そこにたどり着くのは多分、うん、すげえ難しい、すごい難しいと思います。逆にどうしたら我々もこんな風になれますか、ね、ってる。そういう本当にね、研究者の場合は伝えるものを持ってるわけですよね、うん、自分だけしかない、うん、自分しかないものを持ってるわけですよ、うん、唯一無二だよね。だからこそ研究者といえば、ね、それをやってる本人は面白いと思ってますよ、間違いない、はいそうですね、面白いと思ってるからやってるわけだからね、はいはい、まあ、もちろん死ぬ感は多少あるんでしょうけどね、うん、でも今度それじゃ伝えて喜んでくれる人がいたら、うん、それでもやりたくないかって言うとみんなやりたいと思いますよね、はい、喜んでくれれば、うん、ますます喜んでくれればもっともっとやりたいと思うんで、本当はそれはコミュニケーションに効かずですよね。喜んでもらうっていうのと交換して素材をこう、うん、どんどん出してっていう、そういう意味だと誰でも物があってやろうとする熱意の目は持ってるわけですよ、うんうん、でそれが伸びるか伸びないかは、
ちょっとしたきっかけで受け入れてくれるか、でそれをあとは場数を踏めば技術は増していくわけでね、その2つがまあガーッと、あのそあ3つですね、素材と熱意と、技術がうまく循環していくと、どん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 、まあ、こんな格好になる。いや、そうなんですね。だから、ね、必ずしもそのこの格好になるかどうかは別として、その人その人の素材によっていろんな方法が無数にあるはずなんですよね。そうですよね、その通りですよね、いや、それはだから、そのシンポジウムに来てくれる人、どんな人、いろんな人来てくれると思うんですけど、まあ、来てくれる人それぞれにおいて、まあ、いろんな素材を持った人が必ずいて、その、まあ、一つの例として、まあ、7レンジを見るっていうのは僕らとしてはすごくは、関心のあることでもあるんですけど、もう一つはその自分自身の素材がどういうものなのかっていうのをもう一回見れる場合にもなったらいいなっていうふうにはちょっと思うんですよね。やっぱり自分はね、楽しいと思うことだと思うんですよね、まあ多分ね、研究以外に皆さん趣味があると思うんですよ、やりたい、面白いとかね、それは趣味は趣味の世界、だから研究は研究の世界と思ってるかもしれないけども、多分同じ人にとっては、その人にとっては両方とも楽しみだとしたらね、それうまく合わせられるとこんな幸せなことはないじゃないですか。なるほど、だから例えば音楽が得意ですよ、その音楽で表現したっていいわけですよ、よくあるじゃないですか、ね、変なあの研究者で音楽やりながら発表する人だとかって言いますか、まあ、それはあまり面白くないんですよ、なんそういう人がいるか絶対ないことやっちゃう、絶対ありえないことをやっちゃうわけですよ、なんかお経みたいなのやりながらそれがね、お経を読み上げてるのが研究の方だったとか知ったら、それだけでもう、ね、まずそれ聞きたいなって思うもん。なるほど、みんながやってる同じようなやり方 で伝えるからつまんなくなっちゃうんだけど、他の人がやってない自分が一番好きだと思えるやり方いくらでも手あるんです、ただ僕がいろんなことできればね、他のこと多分やってたと思います。できないからやらないだけの話で、多分いろんな自分で持ってる能力がね、それもう宝の持ち腐れですよね、それが直接使えなくたって、その中に入れるだけでいいんですよ。なるほど、何らかの要素がその研究の素材とちょっと混ざった、どっかにその独特のオリジナリティのある伝え方っていうのがあるんじゃないかっていうのは、ポイントはね、意外性なんです。意外性、ナンセンスさ、意味のない組み合わせ、意味があると予想されるでしょ、予想されるものは飽きちゃうんですよ、先が読めない意外性だからね、なんでこれとこれがくっつくのって、そういうものがあった瞬間に、あれ面白いなって思うわけですからね、だから意外であればあるほど人は飛びついてくれますよね。だから意味わかんないって突っ込まれる場所がなんかどっかにあるんですね。突っ込めない人はね、突っ込めない人はもうやわざと突っ込まれるやつやってもいいし、それはね、天然の人は、逆に言うと研究者はみんな天然のボケをかましてはいるんですよ、確かにそういうところありますよね。だからちょっとだけ計算してボケを入れる、ボケを入れる、今日何もボケが入ってないかもしれない、今日大丈夫です。いや、もうこれ入ってるでしょ、一切もう言わないから、言わないもん、ね、何もない、見てる人はみんな入ってる、入ってる、でも気づかない、気づかないだけで、ちなみにナダレンジャーは、どういう素材が一番最初にあって、それに対して自分の好きがどういうふうに混ざった時に生まれてきたっていうのは何かあるんですか、キャラクターとしては。一番最初は、ナダレの研究のテーマがあって、それをやれば面白いなっていうのがいたんで、もう誰と普通の人と全く同じ定番中の定番で、白衣を着て、やってたと、全然その白衣自体のインパクトも何もなければ面白くもなかった、みんな白衣ですよね、みんなで一緒ですよ、で普通は博士イコール白衣だから、学校の先生博士でなくても白衣着てなんとか博士みたいなのあるじゃないですか本当の博士が白衣を着て博士をやるよりは、博士は不審者の格好をして土木作業員の格好をしてやった方が絶対意外性がある。なるほど、そういうほんのわずかな意外性なんですよね。だから わざと変な格好っていうかね、やった方が受けたっていう実感があります。その変な格好をすること自体が好きだった。変な格好してる好きでしたよそう、なんかその普段そういう、いやだから研究とは別な場面で変な格好をしたことがあったとか、
変な格好はしたことは最初からあったわけじゃないけども、うん、目立つことは好きだったから、うん、やろうという意欲は常にあった。どうしたら目立てるかっていうのは考えてた。ただね、普通は勇気がいることでいきなりやれと言われてもまあ多分ね、困る。こうはいない、絶対ない。一つステップ踏んで、はい、今日はこれヒゲかな、今日はメガネかなとかね、はい、今日はちょっとカツラの軽いカツラにしようかなとかってやってて、はい、その様子を見ながらやっていくっていう、はい、この進化ですよ。あ、でそれもだから、うん、そのコミュニケーションを重ねるごとに、その通りですよ。コミュニケーションなしではできないから、相手がいて、はい、相手がいてうまくいく場合もあるし、うまくいかない場合もある、うん、そのいかない場合がいく場合の糧になってくる。なるほど、深いです深いで、結局ここに落ち着いてるだからもうまだ進化してる最中で、まだ変わるか分からない、これ10年後どうなってるか。なるほど、じゃあもうだから言ったらシンポジウムの当日もどの格好で出てくるか分かんない。多分大体も想像つくいやだからそこが楽しみだっていうところが、まずその人の話を聞きたいよねっていう。あ、電話しますね。電話しますね。着メロがまずそこから意外性がありますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、すいません、大丈夫ですか。あ、ちょっとアクシデントがありました。その当日どうなるんだっていうのがやっぱあるから、多分余計聞きたくなるみたいな要素っていうのはまた必要だってことだね。うん、始まればね、うん、始まれば問題ないんですよ。なんかガーッていくんですけどね、うん、始まるまでの間にどうなるか分からない人が集まるっていうかね、客集めっていうか集客が一番のポイントなんですよ。でも多分ね、集客がいるんでしょ。集客はって、まあ、かなりいらっしゃると思いますけど、普通あの僕結構その路上とかなほとんど何もないところで、主催者が客も集めないところで渡されてやってくださいっていうケースが多いんですよ。本当にすごいですね。もうストリートミュージシャン、ストリートパフォーマーです、まさに。だからその時のあの大道芸人さんの真似をして、でみんな生活かかってるから必死で、しかもすごいテクニックを持ってるんですよ。もう見て見るたびにね、勉強になりましたよ。本当ね、知名度は全くない人たちが、はいはい、なんでいっぱい人を集めてこうやれるかっていうのを考えるとね、うん、やっぱりね、そこには独特のね、うん、あのテクニックがあるんですよね。まさにコミュニケーションですよ。一方的じゃなくて相手との呼吸を読むから、うん、これはね、なるほど。ちょっと横浜に見に行かないで。その勉強聞きたいわ。いや、でもさっきちょっと聞いたりしましたけど、いや、あれはすげえなと思うんだよね。いくつか聞きましたけど。かといって、はい、その本番を期待したら困るってことですね。期待は本番は本番で、はい、もうその場で感じて、感じたままで自分で選択したコミュニケーションも作り上げていくっていうか、かなり生ものな感じがやっぱり大事だってことですかね。路上とかでやってるまさしくそうです。ほとんど筋書きのない展開ですからね。筋書きがないからこそ、いろんなあの見せ方っていうのがどんどん生まれるっていうか。そうですね、あの相手によって変えることもあるしね、物も変えていくしね、もうニッチもサッチもいかなかったら逃げちゃうとか、もう路上にいいとかすごいですね。路上もあるとちょっと知らなかったんですけど、いやでもね、普通はね、あのなんか表現するときに、研究者はあの学会で語るか、論文という形で伝えるかっていう表現方法じゃないですか。で例えばそれを聞かせる学会の場が会員じゃなく、一般の人に対しても分かるような研究をしてたとしたら、それはそういう人の前で発表してもいいわけじゃないですか。そうですね、学会発表を路上で発表しちゃって全くおかしくないじゃないですか。それだったらネットで結構ね、学会発表もせずにそういうところで出すっていうケースも多いでしょ。まあ、それも一つだけども、本当に路上パフォーマーとして何かね、地球温暖化について語り出したらこれは面白いかもしれないですよ。逆に言うとね、おかしすぎてね。確かに引き付けようはいくらでもあるっていうのは、うん、ね、野口さんが見てると本当思うんですけど、意外性があるものは全部ね、全部 OK です。ありですね。だからその最終的に本当は難しい話かもしれないけど、入り口としてあの入ってきてもらうっていうところは、もういくらでも見せ方があるんだなって。で見てる、入った時に伝えるものがある、素材がある、そうですね、本来素材ってのは全員持ってるんですよ。それは
れはなんかと当たり前のことなんですけど、言われるとものすごいことさせられるというか、うん、ちょっとだけね、はい、こう、恥ずかしい気持ちっていうかな、うん、これを抑えるっていうかね、恥ずかしい気持ちは一番恥ずかしいのは何かっていうとね、はい、自分を晒すことですね。あ、自分を晒すのは一番恥ずかしい出せないと、はい、これを出せるようになると、うん、OK ですね。なるほど。でも出したことによって何か野口さん自身に得られたことっていうのは何かあったりしますか、こういうのをやり始めたことによって、いや何か意外にあのこっちがすごく単純ならね、はい、子供と仲良くなれますよ。子供はそこはもうバッチリですからね、はい、ちょっとでも隠して、はい、あの格好つけたような態度とかね、うん、あのあ出すと、うん、もうちょっとでも吐かせ面とかすると、はい、絶対ダメですからね。と大人の場合はお会いしで、はい、いい話聞かせていただきましたねってあるけども、子供はありませんからね。それもう全然さっといなくなるか、ずっと最後まで聞いて面白い面白いっていうのはまさにそういう自分を隠さないでいくっていうことです、ね。まあ、ある意味本当に一番正確な正当な評価というか、うん、彼らが食いついてくれるかどうかっていうのは本当正確な評価ですよね、うん。ただね、普通の人に全部さらけ出せって言ったらそれ無理だから、まあ、そうですよ、僕も無理なんですよ、はい、だからこういう格好するとかなんかそうなんですよ、なんかね、普段じゃない格好するとね、うん、できるんですよね、うん、あのね、だってね、車運転したら人格変わる人とか、ね、いますね。お酒飲むと変わる人いるでしょ。あれ別に、ね、変わってんじゃなくて、うん、自分が出てきてる面じゃないですか、ね、そのシチュエーションとか条件を変えることによって、でそういう今本当は恥ずかしい自分ももう一回自分を問い詰めてみて、うん、発見したこういう自分も実は出したらどうだろうっていうふうに思ってみることですよね、うん、それ一歩超えるか超えないかの差は甚だ大きいと思います、ね。なるほど。それは確かにすぐ車っていうのは分かりやすいですよね。キャラクター変わる、お酒飲むんでお酒って分かりやすいです。お酒飲んで変わるっていうよりは、あの場で自分を変えることで変えれるんですよ、飲んでっていう言い訳で。いや、それと同じね、こう、ビジネスも変えるわけですよ。で、普通ね、あの、タレントさんとかは素で変わっていくわけですよ。素で、まあ、あの本番モードって感じだからね。でも、やっぱり、そこはプロです、やっぱりね。やっぱり、うん、つい垂らして、垂らさないあのタレントさんはね、やっぱり消えていきますよね。なるほど。そこまで見てすごい研究者目線っていうのもあるから。なんか、すげえ不健それでもシンポジウムに戻って、うん、シンポジウムで来た人にそういうところをぶつけて、何人の人が目を覚ますかっていうのがいいんですけど、どんな人にもそのポイントが必ず見つかるはずだっていうのはある種のメッセージかなって思うんですよね。全部ありますよね、うんうん。いやだからすげえちょっとまあ20分くらいしゃべっちゃう感じですけど、まあ、とにかくシンポジウムはものすごい楽しみ、はい、話せば話すほど楽しみになるというか、そういう感じで、まあ、この後岩井さん、江森さんともですね、まあ、どんな風に絡んでくるのかっていうのも楽しみですけども、また当日を楽しみにしていただければなと思います、はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。